カフェとは、企業平均燃費のことである。アメリカ合衆国では、自動車製造企業ごとに、企業平均の燃費を算定し、その燃費が基準値を下回らないように義務付けられている。1970年代のオイルショックをきっかけに、各社の1978年モデルから導入された。米議会ではたびたび規制強化が検討されてきたが、ビッグスリーなど自動車業界が反発し、 乗用車の基準は1990年モデル以降、据え置かれていた。基本的にアメリカ国内で販売される乗用車と商用車について燃費基準を定めたものであり、規制対象者はガソリンエンジン及びディーゼルエンジンの自動車を製造している企業すべてである。また、日本やドイツなど、 国外の企業についてもアメリカ国内で製品が販売されている企業は全て対象となり、アメリカ国内での走行を目的とする自動車の生産台数が対象となる。自動車メーカーはそれぞれ自社製の平均燃費を算出し、基準を達成できなければ罰金が課されることになる。対象機種は乗用車、ライトトラックである。ただし、国内外合計販売台数が1万台以下の 企業は電気自動車を含んでも良いことになっている。2007年までの基準は上述の理由もあり、乗用車が1ガロンあたり27.5マイルだったが、同年に成立した新企業平均燃費では2020年までに、乗用車、トラックの燃費を1ガロンあたり35マイルと約40%も引き上げた。しかし、2010年4月に、 アメリカ政府は2016年までに1ガロンあたり35.5マイルへという基準に引き上げて2012年から採用することを正式発表したため各社は今後この基準をクリアすべく開発を進めていくものと思われる。ありがとうございます。